ブータン。おお。あ、うまっ。おしゃ。はいどうも。つけ麺ズーム。ストップ。それだ。阿部ちゃん。はいじゃ。はい。くじ引いた国の郷土料理っぽい料理作れたやつが勝ち料理対決。はい、はい、やってまいりました。つけ麺ズ恒例の料理音痴対決。よいしょ、来た。はい、来ました。本日は国境をまたぎます。よいしょ、はい。この企画俺好きやねんな。10連敗ぐらいしてるけど好きなんだ。得意やねん。あ、珍しいね。いいやねんこれ。まだ1回もリーダー勝ってませんから。勝ち負けじゃない。いやでも今日はリーダーにも結構有利。有利。はい、今日はいつもの料理だけと違います。はい、じゃじゃーん、久しぶりに登場くじ箱。はいはい、この中にいろいろな国の名前が書いてあります。はいしょ。で、これを引いてここに書かれてる国の郷土料理、はい、まあ名物といいますか。なるほど。その料理をお二人には作ってもらいます。で、まあ国名だけじゃもう何が何だか分かんなくなっちゃうので、はい、この引いた国の、郷土料理を名前だけ教えます二人に。ああ、それを頼りに作ってください。なるほど。で、まあ判断基準は、まあ、近いかですね、もちろん。で、もちろん美味しさ。まあ見た目もちょっと入ります。はいはいはい、はい、むずいぞこれ。だから結構運ゲーですこれ。全くもうボスニアヘルツコビナみたいなのも入ってると。もちろんでございます。はい、どっちからいく。じゃあ俺からいこうかな。はい、いいよ。まだ見ないでね。あ、ニュージーランド狙い。ニュージーランド。分かるか。ニュージーランド狙い。じゃあ俺からね。はい。お、出た。チリ。おお、チリに詳しい。チリ。おお。チリね。チリは。チリだって。南米のなんとなくこれ分かるよ。まだかし。いいだ。ブータン。おお。ブータンだなんぞ。どこにあるかも分かんないね。ブータン。チリ料理って調べて一番最初にできたやつを作ってもらいます。あ、わかりました。じゃあそれが一応正解ね。はい、正解です。はい、はい、出ました。はい、チリはポジョアルベハト。さっぱりや。やっぱりや。名前聞いても分からんぞ。これあれですよ、一番最初に出てきたやつですからね。ブータン料理で最初に出てきた料理は、はい、エマダツイ。エマダツイ、はい、国民的代表料理らしいですよ。はい、エマワトソンみたいな。そうそう、エマワトソンの脱衣所で教えてください。エマワトソンの脱衣所か。はい、じゃあじゃあ行ってこい。よいしょ、行ってきます。永遠のトップバッター阿部氏です。お願いします。まあ、私はチリなんていう料理名だったっけ。いや俺は知らんねん。正直もう料理名なんてもう聞いても分かんないから、もう料理名には当てはしませんでした。まあ簡単に説明するとキーマカレー的なのを作って、はい、でこれね、このドリトス、これをこうなんかやって食べるような、南米をとりあえず意識した情熱。じゃあ早速、じゃあもう作っていきましょうか。まあね、油敷いて、こちらの豚ひき肉、豚にひき肉を炒めます。よいしょ。でこのね、ひき肉に塩コショウ、塩コショウを入れます。で、ここにニンニク、ニンニクチューブをちょっと。で、これなんかありそうじゃん、このミックスビーンズ、豆。あ、なんかイメージあるでしょ。まあ、なんとなくね、これを南米のね。そう、これをここにも入れちゃいます。ビーンズ、ここにね、これヨーグルト。ヨーグルトぽいでしょ。ヨーグルト、俺どちらかといえばヨーロッパの雰囲気あるけど、南米のイメージは俺はあんまない。ない、わからんけど。まあヨーグルト本当に、まあマジでわかんないからもうしょうがないというか。すごいね。で、ここに、あ、ミスった。お、これこれこれ入れるの忘れてた。炒め玉ねぎペースト、これでコク出ちゃうから。うわ、おんぶりだっこや。これで出したくなくてもコク出ちゃうから。よし、で、ここにまあ味ですよね、コンソメ。あ、コンソメね。うん、入れちゃいます。コンソメ入れたらこれカレー粉。あ、カレー粉か。うん、まあ、カレー入れれば基本。よし、ここにじゃあカレー粉を入れます。はい、じゃあね、チリということなのでやっぱチリ要素入れたいから、チリパウダー。名前だけ。チリパウダー、これ名前だけです。よし、じゃあチリパウダーをここにね入
入れます。で、このチリパウダー入れたらもうやっぱ名前だけスイートチリソース。出たチリがついてるんでとりあえず入れとけばいいみたいな。いやチリ料理やからチリの作る調味料を使ってるわけじゃないか。いやでもそれでチリかもしれないからね。あチリで使ってるからそのチリソースとかチリパウダーかもしれないから。めちゃんこうまいぜインドっぽい匂いインドインドじゃないこれインドで匂いはインドだけど食べればチリだからはい、そしたら最後に情熱の国なんでタバスコ入れてそうでしょ。タバスコ俺的にさ、チリってそんな情熱っていうイメージないですか。マジ南米だからメキシコとかじゃない情熱って。まあでもちょタバスコちょっとだけね、南米やから。こんな感じです。ソースはめちゃくちゃうまそうっしょ。じゃあ盛り付けします。盛り付けも重要だからね。おしゃれやな。いや、おしゃれよ。で、これ最後にね、ドリトス。これディップ、ディップというか、まあスプーンで作って、食べるみたいな。これでも、全く一緒だったら、めちゃくちゃ疑われる。絶対見たやろ。カンニングしたやろ。そうそう。完成、チリ料理でーす。チリや2番手。2番手ね。リーダーです。自分で言った。エマダツイ。あの正直全く知らんけど、ブータンって多分ヨーロッパかヨーロッパ料理っぽいのをちょっと作ろうかなと。とりあえず美味しいの作ります。はい、多分阿部ちゃんの料理も全く多分その郷土料理と違うもん作ってるんで味勝負になるからマジで美味しいの作りますじゃあまずねご飯をチンします。はい、ご飯にちょっとトマト風なソース、肉とソース絡めたやつをかけて食べるみたいな。ああ、なるほどね。まず、豚豚ね。ブータンやからとりあえず豚を炒めます。俺のチリとチリソースみたいなもんか。そうそうそう、豚なんだね。ブナシメシ。今回もやりたかった。キノコはやっぱ栄養あるからな。ああ、なるほどね。塩コショウ。ああ、そう。もうだって、美味しいやん、これ。ここで、こちらの、カゴメ基本のトマトソース。おぉ、よう使うな、トマト缶も。かけます。おぉ、そんな、全部使う。全部使う。美味しいです。間違いなく。ブータン。ブータン。これは、絶対美味しい。チーズ。おぉ、ブータンって結構なんかチーズっぽさあるからブータンにチーズっぽさあるか。シャンシャンシャンね。しょうちゃんチーズ大好きだから。シャン、あ、もう一枚いくかな。そんな入れる。シャン、うわ、えぐいぞ。エマ・ワトソン。エマ・ダツイね。エマ・ワトソンのダツイ状ね。うまソース完成。あ、うまそうだね。でもパスタとかに合いそう。チンしたご飯をドバーッと入れて、うん、あ、めっちゃうまそうそれ。こう入れまして、うん、このスイートバジル、これを上に乗せるとおしゃれになるって。何そのちょっとおしゃれな。いや、いつからそんなの身につけた上から緑を乗っけるって発想今までなかったの。成長した。成長したね。これさ、2枚ぐらい乗せたらもう料理やろ見た目得点がグッと上がっちゃう。そうそうそう、乗っけると完成しました。はい、ブータン料理、はい、エマ・ワトソンの脱衣所ね。そう、はい、こんな感じです。よいしょ。こっちが私のやつです。なんていう料理名かもう覚えてませんチリ料理です。チリ料理、はい。で、こちらリーダーのブータン、ブータン料理、エマ脱衣、エマ脱衣多分。はい、はい、お疲れ様でした。じゃあ作ってきました。はい、リーダーのから食べましょうかね。おお、はい、エマ脱衣から。じゃあリーダーなんかね、こんなの乗せちゃってますねいただきます。あ、そう。あ、めちゃくちゃうめえ。やったやっぱトマトとチーズと豚肉っていう、そういうなんていうんですか、絶対合うもの同士を組み合わせてるからそう、トマトの味もしっかりするし味がしっかりするんですよ。へえ、めっちゃ食うじゃん。やば、うれ。じゃあ次は私のチリ料理。はい、チリ料理か。いただきます。
あ、うまっ。おっしゃよっしゃ。マジか、これはうまいぞ。うまっ。うまい。え、めちゃくちゃうまっ。なかなかうまっ。これはもうなかなか感触いいな。どうしたの二人とも。だちょっと今の惜しかった。めっちゃ食うな。食いしん坊だ。本物とどう違うかみたいな、うん、比べてみる、うん、じゃあ安倍氏の補助アルベハドから。はい、どういうの。これマジで頼むよ。こちらです。うわっ、えの？あ、似てるぞ。マジ。チリのチキンの煮込み料理でございます。そう、え、これじゃあ近いか近くないかだったら。あー、100点満点だったら25点。うわそやな。でも味はめちゃくちゃ美味しいです。でも見た目もすごい楽しい。オッケー、ワクワクしました。あとはリーダーがどれだけ離れてくれるかっていう。頼む。マジで本当にプリンみたいの出てきてる。エマダツイ。エマダツイ、こちらでございます。おっ、何これ。これはエマダツイっていうのは、日本語で言うと唐辛子をチーズで和えたものらしいです。チーズ、チーズ。はい。でブータン料理といえばご飯が乗ってて、でそこにたくさんのおかずが乗ってるらしいんです。おーおーおー。でその中のおかずの一つがエマダツイ。なるほど。チーズ使ってますね。使ってますね。使ってました、ね、使ってます。使ってましたね。唐辛子。うるさい。唐辛子。俺が審判だ。4枚使ってる。唐辛子。うるさい。決まったじゃん、どっちが勝ったか。決まりました。え、嘘、ちょっと待って。え、ビジョンおめでとう。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。おめでとうございます。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。お願いします。Twitter と Instagram のフォローもお願いします。バイバイ。バイバイ。うまっ。うまっ。うまいな。うまいわ。